どうもどうも聞いて、何ですか。この間さ、うん、携帯がね、急にね、電源つかなくなって。電源からつかなくなったか。そう、まあ、どんな状況だったかっていうと、はいはい、お仕事終わって、うん、もう夕方ぐらいには家にいたの、うん、でとりあえず充電器に挿したまま、うん、そこから2時間ぐらい目離してたよ、そのまま。で別なことしてて、うん、でもう一回携帯触ったら、うん、真っ暗なの画面が。でまあ時々反応遅いとかまあ、うんうん、わかるけど、再起動しても全く無反応だし、充電器もつないだままだから電池が落ちたっていうのもないし、うん、はい、これは来ましたねとこれは急に来るんですねって、はいはいはい、しかも iPhone 13 Pro のね、もう使ってる。あ、もう再現のやつじゃん。そうで、今年の、ま、年内の3月とかに変えたばっかりの、うん、1年経ってないね。そうそうそう、だからへえと思ってすっごい調べまくって、うん、で、まあ、まだ夕方6時ぐらいだったから、うん、アップルストアに予約して行けたのさ、はい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 、で対応してもらって、まあ、その時思ったのが、うん、バックアップ取っててマジでよかったって思ったの。怖いね。そう、 iCloud にもう自動で、うんうんうん、あの毎日やってくれるってやつにしてたのよ、うんうんうん、私なぜか覚えてないんだけど、でもどっかのタイミングでしたんだろうね。過去の自分偉い。いや本当に褒めてあげたい、マジでありがとう私って感じなんだけど、それのおかげで、うん、まあ、中身はあの問題なく、はいはい、いろいろ戻ってこれて、うん、でその日のうちにその代わりの、あの、あ、代替機種、機、代替機、何何、そう代替機も借りれて、うんうん、でまあなんとかなったんだけどさ、はいはい、本当にヒヤッとするよね、携帯ないって。であとスイカも私携帯に入れてるから。そうかそうか、モバイルスイカね。そうそうそう、だからなんかもうそれでさ、交通手段が、ね、確かに、うわ切符かみたいな。あれやっぱ毎日携帯って使ってるし、うんうん、もう当たり前の存在だけど、うん、失ってから気づくこのありがたみっていうのをめっちゃ感じた。あれな、みんなマジでバックアップはね取っといた方がいい、急にやってくるから。何が一番困った？そうね、不安っていうのが一番怖かった。はいはい、もし、まあ、その私も iCloud でバックアップ取ってるっていう自信がなかったから、はいはいはい、だから対応してもらってる時にバックアップ取ってますかって聞かれた時に分かりませんってなって、だからそれがその代替機その場でつないでもらって、うん、データあの戻るまで、Wi-Fi つないでて大丈夫ですよって言ってくれてたから、うん、その場で、ね、自分のアカウントで再ログインした時にさあデータがあるかないかみたいなドキドキがマジで怖かったし、その時間数時間の間にいろんな連絡溜まってんのかなとか、うん、あ、でもねあれなの、一つ LINE のバックアップだけ取ってなくて。あ、はいはいはい、あれは別個だもんね。そう、また LINE のアプリの方でバックアップするみたいなやつをやらなきゃいけなかったらしくて、うんうんうん、まあ、それはもう全部ダメだったけど、まあ、フレンドとかは残ったままで、ただその履歴だけが、うん、トーク履歴だけが全部消えちゃって、うんうん、っていうのはあったけど、いやマジでね、あ、思った。あと Apple Care に入っててよかったなって思ったの。 Apple Care？ あの保証、うん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 、にあれは毎月いくらとかだったのか、その申し込む時に一括で2年間とか払うのか忘れちゃったけど、それやってなかったら8万ぐらい修理代取られる予定だったんだけど、それアップル系入ってたから0円で大丈夫っていう、なんか本当保険で大事じゃないってすっごいね、なんか思ったんだよ。まあその契約するときはさ、もちろん自分だったらまあ大事に扱うし大丈夫だって思うかもしんないけど、うん、そう思っててもなったからさ。結局原因は何だったの？あ、それがさ、うん、もう中の基板がやられてますってなって、で、まあ、水没とかでもなかったので、もう基板がやられてるっていうのも、うん、なんだろう、その自分で調べたときにはそのいろんな記事には、うん、例えばまあ、落としちゃったりとかね、うんうんうん、でそういう細かい振動とか日頃のなんかこういろんなものが蓄積されて、うん、っていうのが一つ原因にもあるんだけど、はいはい、まあ、お店の人には、出荷、その、うん、iPhone 自体出荷するとき、うん、まあ、そのある程度テストとかをして、
一定のラインを超えたものだけを出荷してるんだけど、うん、まあ、たまにそういうこうトラブルが起きちゃう個体もありますみたいな、だからまあそういう子を引いちゃったんだなぐらいで思ってたから、ね、まあ、でもそれはね、うん、分からないからさ、使ってみないと。確かにね、うん、なるほどなって。で私もちょいちょい落としちゃってたから、うん、マジでごめんと思って、最近ほんとね丁寧に扱ってる本当に大事にしなきゃ。呼吸だからね。この子ってさ、うん、やっぱずっと手に持ってるってか身近に持ってるものだから。そうだね、うん、いろんなやっぱ衝撃受ける率は高くなるよね何かとね、うん、そうなんだよ、うん、それこそさ雨の日に使ってたってやっぱ湿気とかもあるのかなって。確かに確かに思ったりもして。やっぱ 100% じゃないからね、穴開いてるからね。言うてそうそうそう、マイクとかさ、うんうん、スピーカーとかまあいろいろ一応何水にも強いみたいな歌い文句はあるかもしれないけど、いくらなんでもね、まあ、うん、っていうのをちょっと思ったりして、マジで焦ったよ。機械トラブルは本当ね、怖いね、急に来るから。あともう連絡先とかさ、うん、とりあえず誰に連絡すればいいんだとか。確かにしばらくこれがね、あの本当にたまたまバックアップ取ってて、うん、あのすぐ別の機械を貸してもらえたからよかったけど、ね、もし万が一、うん、2日3日やばい、うん、本当に動きませんとか、それこそアップルストア行くのにも時間が取れなくってとか、うん、ありえるなの場合、まずどこに連絡をして。そうだね、あと何の心配からすればいいのかが分かんないからさ、うんうんうん、いや本当思った。あと私 iPad もあるからさ、あーそっかそっか、それでアカウント共有してるから確かに確かにっていうのもあって、うん、そうそうそう、だからもし携帯だけでもし持ってるのがね、パソコンとかもなくて携帯だけで、うん、でもし夜中になっちゃったらさ、うん、まず日をまたがなきゃいけないし、うん、ね、お店がオープンするまでに行けないとかさ、うん、あったらマジで大変だったのだって。本当大変だよ。運が良かった、うん、そういう意味では良かった良かった、うん、っていうねハラハラした話だった。でもみんなにもあるんじゃない。ね、結構あると思うよ、うん、何かとやっぱ身近にあるものだからさ、うん、マルシはない今まで。あるある、全然ある。あ、本当。でも私もやっぱり iPad とかパソコンとかが家にあるから、うんうん、パソコンでメールのやり取りとかはできるし、うんうん、LINE とかも、うん、まあ最悪多分スマホでできなくてもパッドでやってたりとか、うん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 、Twitter もパッドでできるから最悪。あ、じゃあ何かあった時にね、そっちで発信できるし、マネージャーとかにもね連絡できるね、うん、一番怖いのは電話か。電話できないじゃん。電話できない、うん、そう iPad とかアプリでもしかしたらできるかもしれないけど、そう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 、シンプル電話が一番できないんだ。そうなんよっていう、それ、うん、本当タイミングと、うん、そういうバックアップとかしてるしてないの問題とか、うん、いや本当怖いよね。マジで怖い。情報社会だからこそ気をつけなきゃなね、うん、なくすのも怖いけど携帯な。あ、でも携帯なくすってよっぽどじゃない。よっぽどね。まあでも私一回タクシーに忘れちゃったことはあるけど、わかる、もうほんと迷惑かけちゃった。もうタクシー乗せて送り届けてくれたのその時の運転手さん。よかったよかったよかった。そう、でもそれはマジで焦った。友達の携帯借りてさ。ああ、そうだよね、そうだね。レシートでそう電話してって、ごめんなさい、領収書取っといてよかったなそう、いろんななんかねつながりがね、うん、そうそうそう、焦ったけど、でもあり得る、マジで本当気をつけようって思った。本当、うん、皆さん大事な情報なのでねそう、バックアップマジで大事。そうそう、みんな気をつけて、気をつけようね。私も気をつける。バイバイ。